はいどうも J チャンネル J です。皆さんお元気でしょうか。このところですねパソコンの調子が悪くてリカバリをしていてですねちょっと間が空いてしまいましたが、今回はですね商品レビューです。はい、商品はですね近々ライブがあるんでコーラスを買ってみました。アリオンの、SCH の ZD、Z というのがあるんですけど評価がこっちの方がいいということだったんで、ZD の方にしてみました。はい、それでは開封してみたいと思います。まずは説明書。これね安いんだよね、3580円、サウンドハウスさんです。こちらですね。はい、こんな感じです。はい、電池をどこにつけるんだ。はい、ちょっと待ってくださいよ。これ電池はないの？電池を入れるところがないんですよね。これを開けてみましょうか。ちょっとはい、これを開けたんですがここには電池は入らないですね。どうなっ、あ、これプッシュ、ここプッシュって書いてありますね。あ、ここにあったんだ。いやー分かりにくい。電池入ってますね。あ、入ってる入ってる、電池入ってました。はい、いやー分かりにくい。だいたい普通裏だと思うじゃないですかね。ボスなんか全部裏でしたからね。あ、ここにあるんだ。はあ、安心しました。とりあえず電池をが入りました。いやーびっくりした。はい、つまみは3つと、あとここステレオとあれですねの切り替えだけですね。であとはトーンとボリュームと、深さですね。これ音出してみなきゃ分かんないですねこれね。はい、それではですねアリオンのコーラスですね、SCH の ZD ですね。コーラスフランジャーということで、今この、ちょっと音出してみましょうか。これちょっとね実際はそのコンデンサーマイクの音が入るんで本当の音じゃないんですが、今はそのステレオじゃなくてシングルでつないでます。ここですね今はあの何も入れてない、何もしてない時はレベルは何も関係なくて、押すとここですね、ここがコーラスの部分でここが、まあ、コーラス深くディープのとこですかね。で、ここはトーンですね。トーンの部分ですね。トーンの部分は右に行ったら軽くなるんですね。で、ここがディープですね。こうかなりこう。あまりやりすぎるとあれですね。で、これがコーラスの部分ですね。これが何もない状態。これがノーマルですね。これがコーラス。やっぱりちょっと値段だけあってボスの方よりかはそんなにはかかりが浅い感じがしますね。まあギターもあんまり良くないですね。あった方がいいですね。こんな感じですね。まあまあまあ、まあ少しは良くなる感じですね。だいまあ少しではないかな。だいぶいい感じですね。これよりもう一個上があって、上っていうかね、SCH の Z っていうのが、Z はあの音が上がりすぎるという評価だったんですけど、もうちょっと上がっていいかなっていう感じですかね。まあボスと比較したら、まあ値段がね3500円ですよね。3580円ですから、まあこんなもんでしょう。
はい、というわけでいかがだったでしょうか。まずですね、喋る声とギターの声のラインが一緒だったので、このコンデンサーマイクでギターの音も拾ってしまうので、正確なそのあれができなかったんでね、今度また、ラインのみでやってみたいと思います。だからラインを通して喋ると、どうしても喋るマイクの声がですね、ギターの声が入ってしまうので、なかなかそこらがちょっと比べられないのと、あともう一つ比較対象をですねないとちょっと分かりにくいと思うんですね。だから今度ボスかなんかを買って、比較をしながら動画を作ってみたいと思います。今回のアリオンのねコーラスをライブで使ったんですよね。で、今これを録音してるのはライブの後なんですよ。そしてライブで使ってみた感想は、ライブ途中はそんなに変わるかな、変わんないかなっていう感じだったんですけれど、後でビデオを見返してみたら、結構かかってる具合が分かりましたね。これはね、感じたことなんですけど、自分がこのやってる本人がかかっているかなという感じをもろに受けるよりか、少し抑え気味の方でも、やっぱり結構外に出る音は、コーラスがしっかりかかってるんだなというふうな感じはしました。ライブをね、やる側から聞こえる音と、お客さん側から聞こえる音はかなり違うので、そこらも考えてやらなきゃいけないなという、自分のところでかなりかかってるっていうことは、かなり向こうに撮ったらかなりかかりすぎるという感じもするのかなというふうには感じました。はい、ということで今回は初めて買ったねアリオンのコーラス、スーパーコーラス SCH-ZD のレビューをしました。電池がですね入ってるところは分かりにくかったんで、これを見て動画を見て方は、すぐに操作できるんじゃないかと思いますが、3580円ぐらいですかね。買ってみて試すのにはもう十分じゃないかと思います。はい、もし参考になった方はね、よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いしたいと思います。はい、それでは J チャンネルでした。また次回お願いします。では。